ジャック・クールは中世フランスの貴族。国王会系方として、フランスを代表する資本家として名を馳せたが、シャルル7世の愛称アニエス・ソレルの殺人罪や抗金横領罪などの罪に問われ、有罪となり、その全てを失った。ヨーロッパにおいて、資本主義が確立する4世紀以上も前の最初の資本家としてその名が知られる。 ジャック・クールの銅像ジャック・クールは1395年、フランス中部のリンブルク兄弟のベリー公の糸も豪華なる自当所の舞台として知られる町ブールジュで生まれた。クール家は、毛皮商人として、当時町の有数の資産家として数えられていた名家で、兄はサンテチエンヌ大聖堂の三次会員、姉はシャルル6世の秘書に嫁ぎ、母方の祖父が造兵所長として、 働くなどしていたという。幼少期の教育状況に関しての資料は残っていないが、貨幣鋳造や金銀細工などの家業を継ぐため、数年単位の年期奉公に出ていたと考えられている。1420年にプール樹市長の娘と結婚した。プールがどの時期から特権的野心を抱くようになったのか、定かではないが、 家幣中造業などは一代限りの貴族の称号が与えられる栄誉職であり、また取得していた下級生職員には数々の特権が与えられていた。後にそれらの利点を生かした交友関係を広げていることなどからかなり若い段階で自身の人生設計に関する強い意識を持っていたとされている。百二十七年、王立家庭中造所を入札し、 貨幣鋳造業に就いたクールは、2年後には、高価の質を落として鋳造するという悪事に手を染め、かなりの財産を築く。この件に関し、一時は罪に問われることとなるが、当時絶大な人気を誇ったジャンヌダルク率いる、オルレアン解放軍の使用した貨幣を製造していた、ことなどから酌量の余地が与えられ、1429年に、シャルル7世の斜面上を獲得している。 1436年には、造兵局の管理官に任命され、1439年には、会計方を命じられている。この件で、貨幣鋳造業は廃業とされるが、シャルル七世時期時期に、宮廷御用商人に任命され、宮廷内のあらゆる母子の納入を任されるようになった。クールは国王へ、無償の資金援助を行うかたわら、その見返りとして得た。 様々な特権を用い自身の事業を拡大していった。自身の才覚の赴むくまま事業を拡大し、莫大な富を得たクールであったが、その出世と成功の裏に、スータの反感を買うこととなった。シャルル7世の愛称アニエス・ソレルの死を契機として、1451年7月31日に、クールは逮捕され、裁判にかけられる。この一連の動きを働きかけたジャンド、 レビ、ギオムグフィエなどは、自身の先祖が代々受け継いでいた土地をクールに、買い取られた者たちであった。罪状は、殺人罪の高兵改中、異教徒への武器の納入、アラブ諸国への貴金属の輸出など十数項目に、及び、判決までに二年を要した。クールも様々な手を用いて、身の潔白を証明しようとしたが、結局1453年5月29日、大法官。 ギオーム・ジュブネル・デズルさんによって、有罪判決が言い渡され、財産没収の上で、禁庫刑に処された。身柄はその日のうちに、タユブル城の島内へ遊兵されたが、1455年に、教会関係者の手を借りて、脱走に成功したクールは、教皇カリストス三世紀のもとへと身を寄せた。その後、教皇が、 ロドス島救援のために編成していた十字軍の総司令官として遠征し、1456年11月25日、遠征途中のキオス島で戦死を遂げた。フランソはトレモリエール、カトリーヌリシ編者、川山光一日本五番監修、ラルー・スズ説世界史人物百科一古代中世、現象棒2004年440ページ。フランソはトレモリエール、カトリーヌリシ編者、 河山孝一日本語版監修、ラルースズ説世界史人物百科一古代中世、原書棒2004年441ページ。ありがとうございます。